れた。クラゲだって楽じゃないってね。花粉が飛んで混ざっちゃうと困るから、ここで休もう。あれ？なんだこの柱？歪んでる。あったかいな。ちょっと。ちょっとあんた。ちょっと。なんか聞こえる。ちょっとそこのあんた。あんたって。誰？そこのクラゲだよ。なん、ちょっとクラゲです。くすぐったいって。ちょっと喋ってる。くすぐった。ちょっと何？ちょっとあなた、ちょっと、もう誰？あー、もう本当にもう、な燃えてる。何なのよあなたは。わー、あなた何してんのこんなとこで。猫だ。わっ、犬だよ。100点。完璧だよね。100点。これは加藤さんもかなり点数高い、ね。17点だと。いや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 。100点。そんなバカな。100点。うん、100点。いやもう完璧ですよね。100点リング100点リングだよね。100点リング、これ100点リングですよ。100点リング、もう力作ですよ。うん、会話に中身がないですよね。だといや、オチはあったじゃんね。落ちたよね。ワンって言ってすぐチーンって、なんで鳴らさなかったんだ。ワンチーンって終わるはずだったのに、なんで江戸さん続けようとしたんだ、さっきさっきだって、なんで続けようとしたんだ。それなんか喋るっていう話に一瞬なったじゃん。一瞬して戻したろ。えー、なんで、マジで、なんでこうしないとチンって。いや、なんか落ちない、なんか犬だよみたいな話をするってなったから、あれ、その話はもう落ちないからやめようってなったじゃん。続けんのかと思った。続けないよ、あんたのチン待ちだった。いや、なんかワンチン、何あれ、クラゲが、うん、結構キャラが のっそりしてたから、うん、なんか喋るのかなと思って、続くのかと思って。あんなのっそりしてんのずっと続けたら、いくら時間あっても足りないよ、そんなの。ただのクラゲなんだから。くっそー。落ちないじゃない、落ちがあったの。落ちはあったの。マジかー。クラゲは休んで終わりなの。くそー、ちょっと失敗したわ。まあ、17点ではないけどね。100点。いや、結構面白かったですね、これは。これは北尾さんにちょっと、あれだね、LINE 送っとかない。オチがあればな、オチ、うん、オチはオチを説明してどうするんだ。危ない危ない、まんまとハマるとこだった。さあ行こうぜ。行こうぜ。プレイ時間を長くしようぜ。そうです、というわけで、うん、エルデンリング生放送今回で1、2、3、4回目。まあ一番最初はなんかプレイオープンみたいな感じだったけど、はい、あの金曜日にやった、ね、水曜日になって3回目です。水曜日になって3回目、はい、はい、うん、犬のような、うん、違う、猫のような犬を倒しました。倒しました、はい。そしてカプセル怪獣を手に入れました。そうだそうです、まだ使えないけど、2種類の霊みたい、霊体みたいなのを手に入れて、そう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 、その代わり呼ぶ鈴がないんです、うん、あ、そう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 、鈴を手に入れないといけない。そうなんだけど、それいい、まあそうね、うん、それよりまず先にレベルアップだとは思いますけど。でもだっていないんだからしょうがない。いや、まあ、まあ確かにね、出会えたらラッキー、出会えたらラッキー、はい、はい、多分と犬猫を倒してるって。あ、位牌を手に入れてね。あ、そうそうそう、位牌を2種類手に入れております。はい、
まあ、というところで終わってますので、はい、今日は沖津和之です。よろしくお願いします。今日はね、沖津さん、沖津リングです。沖津です。沖津リングです。沖津リング、リングがだんだん気に入り始めました。沖津リングです。語呂がいいんだよな、きっと。はい、はいはい、江戸さんでございます。江戸さんです。よろしくお願いいたします。はい、はい、今日もですね3媒体、うん、NGC ザツイッチ、そしてニコニコ の NGC ですね、うん、そして、なんだ YouTube の方の NGC チャンネルで、うん、放送しております。はい、はい、画面の乱れとか音のなんか変なとかなったら言ってください。はい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 、 YouTube のコメント見てたんですけど、あ、はい、73点いただきました。イエーイ、ありがとうございます。これは嘘じゃないでしょ。うん、ハイネさん大好き。はい、ありがとうございます。うん、今後ともよろしく。いい点数だね。そうね。73点ぐらい、うん、いい、ね。73はいいですね。いい点数だね。うん、これはちょっと、北尾さんもにっこりですよ。はい。うん。にっこり、絶対にっこりしてそういうこと、そういうこと言うと、ガーンって下げられるから。そんな、これはエルデンリングのちょっとお話がありました。はいはい、あ、お願いします。はい。全世界、うん、1200万本出荷達成。すげえ、おめでとうございます。はい、まあなんだ、うん、パッケージじゃねえや、コンシューマー版と、あとはその PC 版、はい、合わせた数字でございますけれども、すげえじゃん、1400万媒体、うん、1200万人が延べ遊んでいる、うん、まあ一応その出荷本数ではあるから、うん、全部売り切れてるわけではないと思いますけれども、それだけ出荷してますよという。そんな出荷したらもうメーカーはウハウハだろうがよ。うん、まあ少なくとも今日本の方ではパッケージ版は、うん、今メーカー在庫切れたそうです。でしょ。うん、売ってるの見たことないでしょ。うん、そうなんですよ、見たことない。すごいよね。うん、みんなやってる、羨ましいな。本当だよ、俺まだプレイしてねえから。はよしろよもう。だからさ、今日終わったらもうだからできるよ多分。違う、ほんと今日レベル上げてね。上げる上げる。よし、今日はレベルを上げるぞ。よし、例画面どうぞ。はい、お願いいたします。で、この番組は何でしたっけ。この番組は、3媒体同時に配信しております。はい、はい、画面の乱れとか、音の乱れとかありましたらすぐ言ってください。はい、お願いいたします。はい、はい、いいですか。はい、あと1個だけやろうかな。はい、ですね、NGC の方ではね、公式ディスコードというのをやってるんですけども、はい、まあ、ディスコード知らない方もいらっしゃると思うんですけども、はい、そちらの方では、まあ、活発にですね、はい、NGC で扱ったタイトルだったりとか、今流行ってるタイトルだったりを、はい、みんなでこう楽しくワイワイお話をしてたりするので、はい、ぜひですね、はい、こちら今ディスコードはこちらっていうコメント出ておりますけども、はい、こちらからお入りいただいて、アカウント作るだけなので無料なんで特にはあれなんですけども、はいはい、見るだけでもいいのでね、どんな感じで NGC の視聴者の皆さんがコミュニケーションを取っているか見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。はい、あともう一個、あともう一個、あともう一個、どれだ。いや、この番組はチェア禁止でやらせていただきます。あ、そうでした、すいません。そうだった。はい、この放送はですね、ツイッチダメだけになっちゃうんですけど、チアは禁止でございます。はい、他のチャンネル、ニコニコと YouTube の方はもうすでにそれが、できない仕様になっております。はい、はい、なので、我慢してください。はい、はいはい、よろしくお願いいたします。ということで、はい、なかなかヌメヌメとして気持ち悪い感じで始まりました。これが光だよ。祝福のところか。祝福の光で。すげえな。そうそう、なんか。すごくない？そんななんだ。このキラキラ感すごくない？もっと光ってるかと思ったら。さすが PS5 版。近くだとそんな感じなんだ。いいよね。うん。ぬめっとした感じいいよね。うん、さあ、というわけで、はい、ここはもう用なしだね、うん。あ、そうね。ここは最後までやった。犬みたいな猫がいるとこだ。いる、そうそうそう。で倒したから。だからもうここはいいんだよ。いや、夜だな。これ、あ、左になんかあるよ。今左にあった、明るくなった、もっと左、明るくなった、なんかそこら足元になんかなかった、あれ、あ、それそれそれ、あった、あ、キノコか、キノコです、光るキノコという名のキノコです。そうだね、何キノコじゃないんだよ、見張られてる、何あれ、アジンですか、え、よそ松明マン、よその汗人ですか、松明マンです、夜だった、あー、バカ、ちょっと敵だったら、あ、敵だね、あ、バクサバクサ、あ、無理か、おい、一撃、やっぱその魔法強えな、最強です、いや、ほんと強え、光の剣で、迷子なんじゃよ、だからマップ見ればいいんじゃない、じゃマップ、うん、マップ、待て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 
を思い出すとこからだね。え、これこれかい、これが光の道かい。そうかも。こう行けたらここに逃げるじゃん。そこだ多分。全然それたね。なんでこっちにそれたんだ。え、そこに島があったから。これ左だな。この上じゃね。いや、え、左じゃなくね。こうでしょ、合ってるでしょ。左合ってるでしょ。こうこう向いてんだ。ああ、いや、ああ、そっか。だったら謎にマーカー置いちゃったよ。置いちゃったね。何掘ってんの。なんか食ってた。嘘。あ、いや、でも今のうち。あ、でも気づかれたか。気づかれてないんだったら爆走。あ、いけるいける。 R1 よいしょ。潤ってる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 。潤う汗びと。ベリー系の味がしそうですね。あ、働かされてんのかい。あ、そうかも ね。なんか松明の人の方が偉そうだよ。うん、確かに。なんかいた、なんかいた、なんかいた、なんかいたな。リス。え、何それ。あ、リスか。リス。でも獣骨とかでさ、矢が作れてたからさ、それやっぱ取った方がいいよ。これは？これも素材か。それも素材でしょ。いや、松明。いやー、いきなり来た。え、あ、そんな強くないね。はい、弱いです。クソ弱かったの、むしろ。いや、そんな。おきさんが強いのかな。そうですよ。実はそうなんですよ。そうですよ。囚人でも普通に強いな。お、なんだこれ、いっぱいある。素材、遺跡。遺跡石か。遺跡石。うん。この上だよね。あれが光のその木だもんね。うん。じゃあ右から回んなきゃいけないのか。道に行け、道に。そうね。あ、そう、ジャンプできる。危なくない？大丈夫でしょ。これ大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ。あの、すごい、その。ヤギ、ヤギ。お、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 水場だから。違う、違う、違う。陸親だ、あれ。あー、なるほど。ヤギではないな。陸、うん、ヤギではない。陸親とヤギの見分けもつかないだなんて。おい、大丈夫か、そういうとこ行って。大丈夫でしょ。ほんとに落ちないでしょ、こんだけ。すげえ怖いんだけど。あ、なんかいる。あー、落ちたよ。大丈夫でしょ、これ。おー、大丈夫だ。あれ、ダメージ受けないのかい、これ。結構高いとこからでも平気。ダメージバーというか、体力ゲージ見えてないってことは無事ってことだよ。うん、食らったら絶対出ると思うから。それ、いけんの。無理か、無理か。もう一段さ、左の上の段。あ、トンボ。なんだっけ、何トンボだっけ、これ忘れちゃった。トンボ、いいもんくれんだぜ。大トンボの頭くれん。大トンボの頭、出た出た。あいつら首もげるんだよね、これを。トンボってせい。ダッシュジャンプでもダメか。多分そっからはいけないんじゃない。いけないのか。あ、ほんまか。うん、こう、そこ、そ、そ、そっちに行ければあれだけど。めっちゃ見られてんじゃん。うん、見られてる。あ、いや、いや、いけないわ。いけないね。ロックオンしたら落ちる。うん。あ、ロックオンしないであったらできんのかな、逆に。いや、無理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 。もうこれ以上はいいだろ。リコーヤ倒さないの。え、リコーヤ。無駄です。無駄だと。巻きでいきます、今日。リコーヤとの戦いはもう先週。おー、誰かいる。なんと村…違う、敵かい。敵か。敵っぽいな。カラフルで。あ、これはでもバックスターを決め、いや、でも大丈夫か。大丈夫じゃない。近くに行って話しかけられるやつじゃないよね。大丈夫じゃない。え、怖いんだけど。ああ、バックスター。バックスター一応じゃあ大丈夫かな。ほら、なんかチュートリアルにこんなやついたじゃんね。ああ、まあ確かに。大丈夫だよね。なるほどね。え、巻き出って言って巻いたことあったっけ。あるよ。いつだって巻いてるよ、俺は。なんだろう。あ、洞窟です。気持ち的には巻いてんのよ。洞窟です、洞窟です。また洞窟あったら大丈夫。これでもほら、光ってる光ってる。ほんとだ。うん、林脇の洞窟。ほう。こんばんは、林脇です。今日は皆さんに。わかりやすい。すごい覚えやすい名前だね。林脇です。うん、早巻きって言われるのかな。なんかあるかな。え、寄り道。嘘、寄り道じゃないでしょ。寄り道だぞ。おい、やめろよ。聖杯瓶をちょっと。お前らネタバレすんなよ。寄り道とか言うなよ。これ振り分け。ああ、一旦ね。今深夜ですってよ。深夜なんだ。まあどっちみちでも寄り道くせえな。でも来ちゃったら行くんでしょ。松明あるよ。え、あ、サイン玉。あ、そうだ、サイン玉に関してちょっと言いたいことが一個だけありまして。はいはい。えっと言ってやれよ。
小木さんにも説明なんだけど、はい、そのサインだまりで、うん、例えば、うん、小木さんが決めた合言葉、うん、まあ、まあうちだったら面倒せえから NGC にしちゃうんだけど、うん、に設定することによって、うん、他のプレイヤーが同じ合言葉を設定していた場合、うん、途中でさ出てくる白い影とかあるじゃん、うんうんうん、あとメッセージ、うん、それが NGC 限定のやつになるんですよ。 NGC の人しか来ない、そう出てこないなんだけど、間違った右手と左、まだ、うん、まだ設定しません、はい、それはなぜかっていうと、はい、多分そうなった場合出てくるのが全員ほら結局 NGC 使用者になるから、はい、お吉さんが気になってしょうがなくなるんで、そうだね、もうちょっと先進んでから設定します。はい、はい、だそうです。松明、はい、みんな松明が欲しくてしょうがないんだろ、うん、あ限定ではないのか、でも多くなるってことね。え、これ行ったとこじゃないよ、違うもんね、違うでしょ、初めて林脇だったもん、うん、どこ、なんか、なんか犬、うわ、人、犬、え、犬大丈夫か、犬はやばくねえか、足が速いって、そう、足速いと思う。おい、開くとも絶対イラッとするぜ、開こうか、この先群れに収集、分かってる、分かってる、分かってるでも、分かってるから数が少ないから、うん、来た。獣は炎に弱いんじゃないの、当たればな。めっちゃいるじゃん、すげえ来るじゃん、これ普通に魔法の方がいいんじゃないか。あでも、あ、うん、うん、タイマー強い、来た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 、ガードできないからね今ね、あ、スーじゃないとダメ、そう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 、危ないよ、危ないからいっぱいいるからね、回復する、回復しない、ビリビリビリ、普通に死ぬ、死ぬ、嘘、体力見てる、見てなかった見てなかった、剣で戦った方が良かったかこれ。あーまあこれは、うん、犬ではない狼だ、あ、うん、まあまあまあ大丈夫だよ、一回はやられるのね、うん、まあすぐそこだったしさ、一回はやられるのよ、今日のリハビリですよ今のが、うん、振り戻す、うん、お、なるほど、先にそっちに行く、これ何、外した外したね、まあ転がっちゃえば確かに、取る、ん、そこの壁が開くとかないよね、またそんな、なんか、ああびっくりした、そんなちょいちょい開いたりしないでしょ、いや分かんないからさ、怖いじゃん、なんか開いたら嫌じゃん、帰んつも帰んつも、いやいや来てる来てる来てるね、ジャンプしてくるから、そしたら隙があるから逆に、あでもあいつはあれか、そうなっちゃうんだよね、魔法打ったら多分一撃死ぬとは思うけど、来んなよ、ああいいね、これ魔法連打来んなよ、いいんじゃないか、あれ剣だと効きにくい、ほら危ない、ほら落下攻撃、回復かな、うわーい、わわ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 、そこか、来んなよ、そこか、やっぱタイム奥にも誰かいるな、っていうか群れだからちょっと面倒くさいね、松明が正解、あとやっぱ火炎壺投げよう、火ダメージが入ってんのかな、剣より確かに松明だったら一撃だったわ、せやろ、うん、木さんは間違ってないんだよ、木さんは間違ってない、もう、あ、うん、間合いだけが問題だったそれは大いなる間違いというかなっていうか、そう、うん、間違いじゃない、そうだよ、うん、むきエビじゃなくて、うん、使っちゃったからないのか、うん、そうだね、あおりいぶしなんとか、あーいぶし調がもうでもないか、うん、しょうがね、じゃあしょうがね、わかった、ちょっと待ってね、おきさん、ヒヤだ、え、ちょっと待ってね、ニコニコじゃなくてツイッチがクルクルした、戻ったっつって、戻ったから、うん、あ、オッケー、戻ったよ、次やられたら1個アドバイスするわ、何あ、そっか、弓あったね、忘れてた、しかもヒヤだぜ、一撃でやられないのか、あいつ、あれなんでだ、ヒヤの方が弱いんだ、松明より、そうなんだ、ボスかい、あー単純に個体差の話でかいかい、そんなことって、ちなみにロストマンするから取れるんだったら取りたいけど、おい来い来いよ来いよ、確か一回りでかいな、あこれは、あなんか刺さってる、こいつこいつ歴戦だ、ちょっと回復者を知るけどね、違うよ、さっきの嫌だよ、あそっか、でかい、やっぱり
あ、ロストマン。あ、でかいよ、やっぱり。ディ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 、ロストマン。ちょっと、うん、駆け抜けよう。駆け抜ける。うん。うん、駆け抜けてみよう。うん、あの、松明は、うん、出が遅い。もう一回死んだらアドバイスって言ったか言うけど、うん、右手に松明、左手に盾でいいんじゃね。なんでだよ。そしたら盾ガードしながら。で死んでる。うわあ、よ、来てんじゃん、来てんじゃん、来てんじゃん。大丈夫、大丈夫。大丈夫。あ、死んでる、死んでる。大丈夫の意味が全く伝わんねえんだけど。死んでる、死んでる。ほら、ボス。なんでボスがいんの？マジで言ってんの？俺大丈夫か？ボスだ。本当かよ。ファルムアズラの獣人ボス。急なボス。おおぶね。燃えろ燃えろ。燃えろって言って普通に剣でついてんのね。盾持った方がいいと思ってさ。ああ、そうね。ただ魔法出しとけばまあ当たんのかなぐらい。うわ怖え。なんだこいつ。暴れ放題だな、暴れ発着だなこいつ。のたり松太郎です。あー、いちゃった。ちゃっ、もうちょっと生きて。チャスチャス。回復が、はい、オッケー。全開はしないけど。来るな、来るな、来る来る来る、結構結構結構来る。ガンガン来る感じ。2発、そうね、連続で当てれるから。あ、いいね、半分いった、半分いった。そうそうそう、もう魔法続く限り打つで正解だと思う。もう序盤それでガンガンいけるでしょ。やめやめて、来ないで。あー、うっそ、うっそ。うまい、生きてる、まだ生きてる、まだ生きてる、まだ生きてる。来んな、来んな。待て待て。はい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 。白熱の戦いがそこで、もう一発撃っちゃったけど。あ、でもでもでも、なんか吠えた、なんか吠えた。あと一発当てれば死ぬ。いけるか。うわ、やめやめてやめて、くんな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 。やったら、やったか。よーしよーし。パルムアズラの獣人。おお、おなに、炎竜院のタリスマン。なにそれ。タリスマンだよ。何使うの。ああ、竜になるやつ。違う違う違う、この人。え、この人、こ、あれ、この人。この人が化けてたわけじゃないではないんじゃない。ここはだから、この人、あいつにやられた人たちじゃない、これは。そういうことか。タリスマンは、うん、あれですね、魔法の触媒ですね。じゃあ今までの覚えられる。要するにタリスマンを使って使う魔法を、うん、そう、祝福で覚えられる。違う、持つ。うん、持つの。あ、装備するって感じ。あの杖と一緒よ。あそこに下の1個前、1個前、1個前のそこの左行って2個下、そこタリスマン。ここタリスモン。うん、あ、タリスモン。あ、違うんだ今回。炎カット率を高める。なるほどね。もう無敵じゃん、燃えない。炎上なんて怖くない。重量が 0.6 だから、軽い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 、うん、軽い感じで炎カット率高める防御アイテムになったのね。指輪的なもの、うん、なるほどね。それがタリスマン。うん、剣あるよ。これはでもありだね。剣あるよ。今のはエドリードじゃねえだろ。今までタリスマンつったらあれじゃねえかよ、魔法の触媒じゃねえかよ。タリスマンって俺人の名前だと思ってたからね、ずっと。タリスマン、うん、あ、そういうことか。これは入り口戻るやつ。これは戻るやつだね。うん、もうじゃあここもう何もないんじゃん。うん、すごい。どこでレベル上げるの本当に。でも一発ゲームじゃねえ、一発クリアするとは思わんかったな。俺は一発じゃねえか。俺はオキツリングです。これでも出るとさ、犬いっぱいいるんでしょ。いやでも入り口まで戻る、だからいないんじゃない。いやだから、うん、入り口まで戻るで戻ればいいけど、うん、そのまま戻っちゃうと。ああ、そういうことね。犬いるんだろう。うん、戻ろう。タリスマンはお守りのことだと思ってる。なるほどね。そう、あ、そうそうそう、他のゲームだとそうなんだよ。うん、いや僕の頭の中では人の名前だと思ってたっていう話ですよ。タリスメンみたいなね。そう、タリスメン、うん、あれはタリスマンみたいなね。あ、そういうことか。そんな感じのね。これ別に何もできないじゃん。まあレベル上げらんないからね。また寄り道したっつって終わったから。嘘だろう。あの狼のとこにさ、アイテム落ちてたらしないのかね。怖いから、怖いから行かなくてもいいけど。怖いでしょ、うん、覚えてたら来いよ。ああ、まあ場所だけ分かる。よく上げた。またさっきのおっちゃんいる。ああ、祈ったからね。どこだじゃん、うん、
これまっすぐ行けばいいんだよ。多分ね、この左手の崖沿いにまっすぐ行けばたどり着きそうな気はする。そうだろう。うん、怖い。そんな夜明けからご苦労ですね、うん。タリスマンって言ったらウルトラマン80って言われた。80、ウルトラマン80。タリスマン使ってたっけ。80。いや覚えてねえよ、見てたはずなのに。そうなの、80に出てくるの。タリスマンって出てきたっけ。80すげえ言うじゃん。80もっと似てたんだけどな昔。80もっと似てたって何それ。それって劣化するものなの。劣化するんだろうね。忘れたから。分かんないんだけどさ。80! あれだ、うん、あそこでしょ、集まってる光が。これはさすがに来たんじゃない。4周目にして。これでしょう。うん。4周目にして。これも気になるけど。うん。これでしょう。すごいな。祝福。マップとは違うけど、だって、嘘ここは、ここ、うん、だろう。え、なんか面白いですね、チャンネル登録しますって言ってくれたよ。ありがとうございます。80ありがとうございます。ほんとだ、ちょっと右にずれてる。ほんとだ、ちょっとずれた。じゃあ一回ちょっと右に、嵐の関門戻ればいいんじゃない。ここだよ、ここ。それじゃない。俺はここに行きたいんだよ。道なりに行けってことか。そうだ、じゃない。あ、村みたいになってんじゃん。だって人いっぱいいんじゃん。この馬車は入れる。あ、でも登れんのかな。なんか書いてあんな。絶対ムカつくメッセージだぜ。もう疑心暗鬼にしかならんよね。わかるわ。必要ないとこに来させるためのものだもん。なんかちょっと高台になってたりすると、うん、そう、ああいうのが置いてあるっていうのはよくある、うん、砦だなぁ。関門前の廃墟。ほう、あ、さっきのが関門っていう場所なのか。盾持ってんぜ。盾やべべ、勝った。うー、やばい、やだよね。今見つかったね。ちょっと見つかってる。君この角にいたいた。ああ、オッケーオッケー。これ見つかった。一人しかいない。一人っぽいけどな。大丈夫、ジョブ。あれ、うん、あ、うん、廃墟だったってことか。ここがね、うん。じゃあこっち行けばいい。左のが、うん、そうだね、確かに関門だから、うん、ここで何かがアイテムとかないんだったら、あるかないかはちょっとわかんないけど、うん、うん、あ、おきささっきのさ、うん、狼とこさ、マーカーつけとけば、ここ後から来た時よ。めっかった、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 痛い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 。でも大丈夫、おきさんなら大丈夫。おい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 、囚人強いな。盾持っとかないと。いや、ちょっともう今ね、ちょっと言っとけばダメ、うん、あの、魔法だったらありだけど、ここだね、ここに。それが狼の洞窟か。なんか適当な、そう、マークつけとけば、じゃこれ100個つけれるからさ。これ、うんうんうん、わかりにくい。ちょっとちょっとわかりにくい、ね、狼マークみたいなのがありゃいいんだけど。いや重ねちゃうとわかんないから。重ねちゃうとね、ここに。ああ、まあそれだったら、うん、ね、そうね、ここ狼がいたよっていう、うんうんうん、ね、そうしよう、うん、うんうん、じゃあ行くよ。まあ、そうね、こっち行くよ。あそこに戻ってるかわかんないけど、一応ね、光に沿って行くよ。俺行こう行こう、うん、これです、やっとですよ。4周目にして。狼は馬、狼乗れんのかな。あー、いや、馬じゃねえのやっぱ。わかんないけど、でも、うん、馬じゃないものにも乗りたいじゃん。あー、まあね、うん、嵐の関門。嵐の関門、不吉だな。工藤静香。あっ、痛い。うわ、いっぱいです。これは嵐だぜ。これは、うん、あ、でも上、なんか飛んでる、なんか飛んでる。上、なんか右になんかいる。ああ、ちょっと待って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 。それは、それこいつら仲間なのかな。雑魚だろ、あいつ。雑魚かな。雑魚だろ。なんか、だってゲージ出てこないもん。あ、ボスのね。うん。確かに。音楽だけはちょっと不安だけど。うん。エリアのあれはなかったから。チェンジ。追いかけてきてる。わかんない、見えないから。画面が微妙に揺れんだよね。あー、近くにいてドスンドスンしてんだろうね。あ、プポープポー、やべやべやべ、プポーやべやべ、一撃が痛い、一撃が痛い、やべやべ、それ何、やべ、それ何、やべやべ、それ何、回復する。これ怖い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 、いけんの、怖い怖い怖い、嵐嵐、嵐、いや、痛い痛い痛い、なんか吹き飛ばされる。なんか、なんか撃たれてる、撃たれてる、後ろから撃たれてる。来てる。ああ、来てる来てる来てる、来てんだ、来てんだ。それはそれは、あ、それはなんか取った、なんか取った、なんか取った、黄金の獅子。ここまで来ないでし
てる来てんじゃん来てる来てる逆に来てる1対1で戦えるぜここだったら魔法連打って倒せんじゃねえよ吠えてる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 どこどこど誰が吠えてんのこれ嵐 あいつが吠ええあらあいつですワンワンオですこれは嵐逆にあでもさっきのやつより弱い嵐やっぱ洞窟ウルフの方が強いんだな嵐いや黒いやつは弱いあ白いやつはでかい強いさっきのでかかったのかうえぇ回復しに足足してるしてる大丈夫カメラがすごいいやもう一回食らったし敵はカメラ敵はカメラいやもう一回回復する敵はカメラまだいる魔法、まだま、だそれが松明それ松明まだいるはいはいはいこれ倒せるだシュバンいや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 オッケーオッケーもう松明外せばオッケーオッケーオッケーそうだよねもう松明今はいらない今はいらない洞窟に行った時だけでいいからここは敵出てこないだろ、うん、茂みでまあ茂みでっていうのは茂みで外そう、まあ、間違いじゃないよね、うん、茂みでよし、うん、ここどこよ、うん、めっちゃ来たぞ道なりにめっちゃ来たどこここエリア変わったらさ、うん、祝福あるもんじゃないのいやそんなことはないんじゃないわかんないけどでもさこのゲームこのペースで祝福あんだぜいやそれはでもフロムさんに聞かないとここもっと上はもっと北見てみればマップのそしたらもしかしたらあるかもねここだよあ分かれ道とか道側ちょっとここまでしか行かないな一旦このゲーム広いはずだからさそうだよ、ねうん、なんか区切りになってるとりあえずまあじゃあ道なりにもうちょっと行ってみるか、うん、道なりに行かない方がいいと思うんだよなあ光ってる光ってるおお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 光ってんじゃん何何それ祝福だろ来た来た来たあるじゃん祝福に来ちゃえばさやっぱりあるじゃんあよかったよかったよかった一旦ね一旦あそこにもなんかあそこなんかあるよし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 光のなんか筋が今見えてたからやっぱそっち行けって言われたんだな怖えなああこの上怖えな後ろ側だどっから行くのか上からかいやそこの左からいいんじゃない、うん、あなんかいる人じゃん一回アイテム取った方がいいんじゃない赤ずきんちゃん赤ずきんちゃん赤ずきんちゃちゃ遺体を漁るおお石鹸の鍵鍵なのかこんなとこで鍵これえ君誰かねこいつがどっかから石鹸の鍵を持って逃げてきたってことかなじゃ入り口のとこの鍵戻れば入り口の鍵開けれんじゃんってこと？これ誰さん？嵐岡のボロ屋。嵐岡。嵐岡さんですね。そうですね。赤ずきんちゃんでしょ、ほら。赤ずきんちゃんですね。これは微妙だな。これは赤ずきんちゃん。女性風だけどな。あれ？いやなんかなんだろう。女性風に見えるけどどこぞのなんか王子にも見えないことはない。あんまり関わりたくない感じの顔してます。なんでだよあんまり関わりたくない感じの顔してませんかそんなことはないよ関わっちゃいます関わっちゃいますかまあなんか一応まだ特に何も起こってないから女性か繋がれてしまう私と共に狭間に来て私のために戦ってくれた人たちが、うん笑ってる手を切られ足を切られ首を切られ雲の一部になったのですえ雲の一部になっためっちゃでっけえ人雲が出てくるぞそういうこと知っていますか雲につながれるとき人はさなぎになるのですよなんだかおかしなことですねおい横座りアクションを手に入れましただけ話見るはいあなたはお一人なのですそうなんです、はい、ストームビルの城に向かっているのですか、うん、白面の方の甘い言葉のせいですかそれとも雲の一部になりたいのですか潮と虎の話だとしたら私と同じですえでも私には勇気がありませんほう恐ろしいのです手を切られ足を切られ首を切られる雲のあれになっちゃうのかねみんなと同じになりたいの恐ろしくてたまらないのです、うん私は卑怯者なのです切るかなんでなんであなたが断罪するんだよだってもうみんな誰もいないって言ってまあねあなたこの子をお連れいただええ
この子この子あっ あクラゲクラゲ手に入れた。えカプセルカプセル怪獣クラゲってこと。そうだね。マジで勇気のない私ではかわいそうですし、あなたは霊に好かれているようですから。何それ、この子もきっと喜ぶでしょう。喜ぶの。えそれではごきげんよう。あなた、はあ、ストームビルの城に向かうのならサナギの皆にお伝えください。ああもうサナギになっちゃってるからね。だ人がいっぱいくっついたでっかい雲が愛していますと私はまだ臆病なままですが、きっと同じになりますと。まあ、ここまで逃げてはいるけど誰かに切られるんじゃ。そのうちもうやっと痛みにも慣れてきました。何の話。自傷行為。怖い怖い怖い。ごきげんよう。あストームビルの。何これ、この子怖い。もう絶対誰か切ったでしょこれ。え絶対切った人いるでしょ。まあまあね、うんうん、まあいるでしょうね。女の子ですクラゲ、うん、まさきは切りそうだね、うん、いやまさきだけじゃなくてみんな切るでしょ。もうここであとは切られるのを待つだけなんだぜ。まあ確かに心が折れちゃってる少女だから。本作のアイドルマジで本当に言ってんのこの子。うわ切りたいわ、でもぐっとこらえようか。なんでここにいんのよ。今逃げてきたからでしょ。だってでクラゲの説明文読んでほしい。めっちゃ可愛らしい。ああさっきのクラゲか。違う違う、アイテムインベントリか。どれだ、え違う違う、いや違う、どこだ。インベントリでいいんじゃない。インベントリでいいのか。インベントリのその R1 で切り替えられるじゃん。あそれそれそれ。で、レイクラゲの霊体を召喚する説明切り替え。うん、来た。レイコンの宿った位牌、レイクラゲの霊体を召喚する。レイクラゲ。ふわふわと辺りを照らす霊体、はあ、遠い故郷を探す泣き虫な少女のクラゲ、泣き虫な少女のクラゲであり、はあ、けなげに毒液を吐いてくれる。そうなんだ。名をクララと言う。クララクララクララと共に旅に出よう。クララが飛んだで、毒吐くの。ああ静かに、けなげに毒液を吐いてくれる。クララが毒吐くってすごいね。なんかすげえ世界観だな。鈴が欲しいぞ。これは鈴欲しいね。こっちに行けと。そういうことだね。そういうことか。そういう見方をするのか。うんうん。毒吐くクララ。こんなにレベル上げられないものかい。まあ、うん、もう通り過ぎてんのかいもしかして。いやいや、そんなことはないでしょ。さすがに。さすがにないか。わかんないけどね。でも矢印はそっち向かってるから、さすがにあのだってさ別にさ寄り道してなければ。あの子マジ切りたいんだけど。どんだけ切りたいんだよ。いやだって他に何もなくない。本作のアイデア性も面白いのがちらほらありますね。あ休んだ。あ休んでないのか。回復できる。そうかそうかそうか。でさっきさ種子手に入れたじゃん。うん、だから一個さ。あれ増やせんじゃないの。あ駆け抜けてたからちょっと趣旨のことが分かりませんね。拾いましたね私。そうあのあええ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 えどうした、急にどうした、まさかここなのか。急にどうした、あここなんじゃない。おい誰か来た、あれきたよ、やばい、オープニングだ、ついに。ついにじゃないこれ。はじめまして、はい、霧の彼方から来た人よ。さっきの赤ずきんですか。メリナ。メリナ。もうでもうちヒロインがもういるんですよ。クラゲ。クララって言うんですよ。うん、クララが。メリナ。ああ出たー。クラゲ。やっとでクラゲじゃないよ。あ傷ついてますよ。目がね。あなたと取引がしたいの。何ですか。何したいの、あなた下まつげすごいわね。下まつげね、普通にいるじゃん。いるね。指の巫女様を知ってる、知りません。指の巫女、誰、二本指に使え汗人を助け導く存在。日本指じゃ誰。いろいろ来るね。けれど今あなたには巫女様がいないです。巫女様がいない、いないです。はあ、私はその代わりができる。ほん
私はルーンをあなたの力にすることができる。やっとです。エルデンリングを求めるのならきっとそれはあなたの役に立つ。オキスンリングになるよ。だから私を連れて行ってほしい。え、連れて行けんの？あの黄金樹のふもと。そういうことか、そういう意味ね。あ、断れるよ。知らんけど一回ぐらい断ってもいいんじゃん。それはオキスさん次第だわ、うん、オキスンリングの話だから。分かった。お、信じられないのも無理はないから。なるほどね。でもきっとあなたには取引が必要になる。ああ、まあ、まあ、もう一回休みもいいんじゃない。その時は祝福で私を呼び出してほしい。ああ、なるほどね。ほら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 、消えた。消えちゃうんだ。ほお。これだから立ち去ってもう一回入ると来んじゃない。あ、そう、それそれそれ。高める聖杯の雫を使って聖杯瓶の回復量を高めます、うん、回復量の方か。持ってねえじゃん。いや、あの雫じゃなかった、増やすの方じゃない。増やす、うん、待って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 、増やす、うん、そうそうそう、黄金の種子を一つ使って聖杯瓶の使用回数を増やします、うん、そうそうそう、増えました。これで、ね、4つだったのが5個になったはずだから黄色が増えました。黄色を4にするか、そう3にですね。なるほどね、やっぱ魔法強いからね。ね、うん、じゃあこれで一回立って、うん、もう一回、多分もう一回座ればさ、多分やつやってくるんじゃないか。取引させてくれるっしょ断ったから一回ね。あれ、メリナと話す。あ、なるほどなるほど、お話ししよう。メリナ呼び出すの、すーん、ごめんごめん、うん、そう、必要になった取引しよう。はいはい、ではルーンを力にするときは祝福で私を呼び出してほしい、うん、あー、それとそれと、この指輪も渡して。指輪は別であった。え、指輪、レーバの指。あ、これ馬なの？まだ馬っぽいよ。馬の指じゃないのこれ。遠い距離をかけるときはそれを使ってみるといい。なるほど。トレントという名の神明の霊を読むことができる。なるほど、トレントって言うんだ。トレントは自らあなたを選んだいつ大切にしてあげてほしい。この子そんな勇ましい声なの？ということでレベルアップできるようになった。これ普通にレベルアップって書いてあるじゃん。おめでとうございます。これは上がるで。1000ある、1000あるで。4周目にしてやっと1000ある。少しだけあなたに触れさせて、少しだけ。どこ触るんだ。レベルアップメニューではルーンを消費して能力値を成長できる、はい、能力値が1成長するとレベルも1上がり、レベルが高くなるほど能力値の成長に必要なルーンが多くなる、はい、はいはいはい、それはいつも通りですね。あ、レベル必要ルーンは811なんで、あ、レベルが元が9だからっていうのはあるけど、それどれを上げていくか、オキスさん的に、どういう武器で行くかとかって話になっちゃうから。杖はね、知力かな、今は知力、うん、じゃあ知力っとこう。そうすると右上に、あ、右上じゃねえか、打撃、うん、斬撃一つ、魔力が上がるね。そうそうそう、それで見てどれが上がるかを見て。この辺は1ずつしか上がるの、ね、で最大重量とか生命力だと炎耐性が上がるんだね。そう、あと FP を上げたいんだったら精神力神秘は発見力は上がるのか。神秘は今はいいんじゃないか。信仰、信仰も違うやつなんですよね。知力、うん、あれ知力、あ、魔力が上がりますね。魔力は上がるけどっていうことだね。直接あれは出ねえのか、攻撃力アップのやつは。筋力、うん、技量ですかね。右武器、まあ剣、知力一つ考えたらそうだね。俺は天才になります。わー、なるほど。あ、でも知力特化は多分超強くなるよ、あえての。うん、うん、なんならレイヤ姫なんでヘルプ開くと何が何に関係あるか見られますよ。ああ、今のところでね、もう一回レベルアップってやって、多分ヘルプタッチパッドを押すと、うん、うん、で生命力、うん、炎防御と免疫、うん、正気耐性、出た、スタミナ、装備可能な重量の上限もこっから、うん、そうね。ああ、持久力はじゃあやっぱ上げた方がいい。そうだね。重い武器、技量、落馬の死にくさ、そんなのあんだ。ええ、へえ、魔術や祈祷の使用、ああ、使用速度もこれなんだ。ああ、なるほど、技力が良かったんじゃない。いや、まあでもダメージは普通に魔力上がるから、まあ
でも出るの遅いんじゃん、あの魔法。うん、確かにね。次はあの技量を上げましょう、うん、そうね。馬にも乗りたいし、馬行きたい。はい、オッケー。これで、お、来た。さ、やっと来た。するぜ。道具を使用すると召喚できる。うん、死亡し、馬が死亡しても再召喚できるが、うん、騎士族の聖杯瓶が一つ消費される。へえ。騎乗中もう一度指笛を使用するか、うん、エルサンデレーバーから降りる。うん、なるほど。じゃあ、メインメニューのポーチに6つのアイテムを装備し、そこから使うことができる。うん、うん、そのうちの4つのアイテムについてはメインメニューを開くことなく三角と上下左右で使える。はいはい、4つはそのまま使えるけどってこと、ね、三角をそこ切り替わるわけじゃん。そうそうそう。危ない、危ない。やめてやめてなんで、なん、やめてやめて。 No 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 No。 これでな、アイテムの、待て、アイテム、え、装備で行くんじゃないの？違う。ね、どこから行くんだ今回って。これな。はい、装備した。うん、バッツに装備したね。あ、ポーチに入れとけ。ああ、そうだね。うん、あ、消した、付け替え。丸と×がねで、これじゃ、それを入れておく。はいはい、うん、無理じゃない。うん、とりあえず。で、他に使うアイテムはそっちにポーチに入れておくっていうのはありかもしれないね。うん、混乱しないですか。大きさ次第だね。ポーチに装備した方がいいですよ、ほんと。うん、まあ、まあまあ、うん、指を鳴らして、おーい、来た。 牛だな馬っていうか首の長い牛。うん、うわ、あー、ちょっとごめんよ、まだ慣れてないんだけど。はいはい、素材も取れるよ。これでさ、兵士に突っ込んでいけば倒せんじゃない。遅くない？なんか走るとかないの？ダッシュとか。あ、そうそうそう、これで切ったりもできるから。そう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 。やあやあ、我こそはオキツンリングだぞ。そういうことだよね。走り回ってると、ま、あ、もうこんな遠くまで来たのね。おお、戻ってきた。あ、ほんとだ。はいよ、やめろはいよ、やめろ。帰ってきたよ。帰ってきた。馬のままだと話しかけられない。あ、馬のままだと無理なんだ。そっか、うん、これはすごいね。これ、オープンワールド走り回れるからだいぶいろんなとこ行けるようになるからさ、もう大手門気分ですよ。そうね大手門気分。これはもう大手門気分です。ああ、赤ぬもん。赤ぬもん、なんかいる。あ、でかいのがいる。あ、でかいのいる。これでもこの機動力だったらいけんじゃない。だってさ、この機動力で魔法を打てるんだぜ。そいつに逃げてないしか。ほら、遅い。あ、いった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 。あ、でもダメージ上がった気がするよ。気のせいか、こいつだからか。こいつに、こいつだからか。あー、これいけんじゃない、魔法いけんじゃない。もう周りをさ、ぐるぐる回りながらさ、魔法打っていけばさ。あれ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 、あれ、なんで撃てないの？さっきなんで撃った？そう、なんでさっき撃った？さっきなんで撃ったんですか？あれ、両手持ちになってる。え、なんでだ。あ、左手ってもしかして塞がってんのか。手綱持ってるから。さっき撃ったかよな。さっきなんで止まってたら撃てる。あ、いや違うな。使えるよね。 L を押して三角って言われた。 L を押して三角。うん、三角押してもらっていい。そこで三角。違うな。ん？お、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 杖は両手持ちをしないと馬から撃てないんだって。吠えてるぞ。吠えてんな。だから三角押さなきゃダメなのか。ちょ、待って。ちょ、待って。うん。おいおいおい。三角じゃないの？あれ？そこで三角じゃなくて。違う。そんなね、うん、そんな簡単な方じゃない。それ切り替えてんね、本気さ。三角を押しながら L だ、L1 だそうです。あ、それだ。来た。うん。殴った。それで魔法発射ボタン。殴ってます。あ、で、R1 で撃つんだ。あー、なるほどね。すっごい。すごいすごいすごい。すっごい。すごい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 。あ、倒せる倒せるこれ。あと2個でしょ。来た。全然倒せる全然倒せる。おい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 。あいつ、でっけえ剣しょってっか、気をつけてね。
いいねいいね、これ超強いじゃん、余裕っちゅうよ。ああやべ、なになに、怖い怖い怖い、あ剣抜いた剣抜いた、近くに行かなきゃ大丈夫、近くに行かなきゃ大丈夫、ただ遠くから、そうそう、この魔法、あーちょっと持ったね、うー怖い、いけるいける、はい、はい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 、いいよ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 、あとちょっとあとちょっと、ちょっと魔法ギリギリ足んねえか、あちょっと足んねえ、これも普通に切るしかないかも、嘘、本当、でもこの機動力だったらいけんじゃない、どうかな、あぶねえ、なんで落ちたのなんで降りたの、ちょっと切り替えて切り替えて待て待て、切り替えがね、十字の右とか押せばいいから、待て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 、ちょ待て待て待て、十字の右、十字キーの、うん、そうすれば違うのになるでしょ、そうで、もうなんだったら弓打ってもいい、弓ありません、うん、ある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 、ありません、ゼロです、両手持ちになってないだけ、ゼロです、ゼロです、両手、あれゼロなの今、なんでゼロなの、ゼロです、打ちました、ただ左縦にするかい、これはもう切っちゃうしかない、ケツ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 、もうちょっとだから、ケツ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 、もうちょっとだから、倒した、スネ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 、あれどうした、あれろくなことはない、違うんですよ、おきさん、何こいつ倒した瞬間に、うん、ボトルがいっぱいになった、魔法のボトル今見てみ、え、ほら、あ、本当だ、ありがたあや、回復した、ありがたあや、もうあの、うん、呼び出し方忘れました馬ね、あ、三角長押しな、うん、こうね、そうそうそうそれさ、小木さんさ、うん、そのなんだポーチのやつさ、うん、馬じゃない方さ、うん、あの外した方がよくない、どれ、そのなんか失って戻るやつ、それさ間違って使ってなんかわたわたしそうな気がする、そんなことするはずがない、うん、さっきちょっとやったからそう、じゃあちょうどね、うん、さてさて、後ろだな、こっち、逆方向行ったけど、別に行きたいんだったら別に好きな方向行っていいんですよ、別に迷子なだけですよ気になるところがあれば、あのとりあえずアイテムがあるからね、ああ、なんだこれ、アイテムじゃねえだと、なんか盆に置いてあるけど、アイテムだね、盆に置いてあるのは何これ、え、筋力コブの結晶しずく、全然わかんねえか、でも鍵のアイテムだから、なんだ、もう一回アイテムで見てみてだな、あー行くな行くな、危ねえ危ねえ、うん、またマーカー設置した気がする、まあその辺は我慢してくれ、どれだ、結晶しずく、多分鍵のとこだと思う、それ本当だ、うん、霊薬に配合し一時的に筋力を高める、はあ、混ぜる、レアっぽいけどって、レアっぽい、分からん、まあよかろう、キーアイテムの何かだっていう話っぽい、まあよかろう、まあこれさ馬だとさ、うん、だからあそこにマーカー設置しちゃってんだよ、まあ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 いいじゃないか、じゃあこっちにまっすぐ行けば光の方だ、うん、ああそうね、多分、黄金のルーンがちょくちょく落ちちゃうんでしょ、やべえ馬すげえな、なんかさ PV 見てたらさ、はい、馬ってさ結構高いとこから落ちても変だったからさ、はい、これあれまだ戻ってきただけだな、あこれはうん戻ってきたね、そっからさらにか、そっから行くにはでもその崖の上だから、崖登れんじゃん、馬で、うん、やってみる、無理じゃん、素材はあったけど、いやそりゃ無理でしょ、あ、人だ、やべ、で魔法はあれ回復はできるけどね、そんな祝福で休んだ方がいいんじゃない、あ、一回、うん、近いからね、もはやそりゃそうだ、で1500になったからもう一個レベル上げれる、やったじゃん、さっきのあいつ、あ、そっか、さっき倒したもんね、そう、トロルマン倒したから、トロルマン、うん、よし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 、レベルも上げよう、これで一個また上げれるよ、技量を上げよう、はいはいはい、うわぁもうちょっと倒せてればもう一個レベル上げれたね、あと100ちょい、うん、もう一回トロルマン倒せばいいんじゃない、やだよやだよ、まっすぐ、え違う、右、こっち、この上で、右から曲がり込んであの門の手前を行く、うん、
そう、なんか二股に分かれてたから道が、うん、左側とまっすぐと、はいよ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 、馬にいきなり乗れんだね、はいよ、早かった、はいよはいよ、それ調子乗ってとなんか食らったりとかするから、お、なにこれ、あ、あ、え、え、なにこれ、なにこれ、塊、え、戦技の付与、なにこれ、砥石の消灯があれば祝福で戦戒を用い武器に戦技が付与っている、はあ、戦技は武器ごとに一つであり付与により古い戦技は外れてしまう、なるほど、付与は武器種別により制限され固有の戦技を持つなどの特別な武器には戦技の付与はできない、はあ、はん、属性の付与、うん、砥石の消灯があれば戦敗を用い武器に属性を付与できる、祝福でやるのねそれは、武器の種別は制限されうんぬんかん、戦敗乱撃っていうのを今のを倒したことによって覚えたんだ、使えるようになった、でそれを武器に付与しなきゃいけないから祝福に行けば、そうそういるねとりあえずいるね、いるよ、うん、すげえいるよ、呼ぼうか、駆け抜けろ、もうロックオンして切りまくりゃいいんじゃない、せいやせいや、もう行っちゃうんだね、おいおい、やらせませんぞ、マジか、ちゃんと、ちゃんと考え、ちゃんと考えられている、爆発までした、ちゃんと爆発までした、狙い通りのとこに復活する場所は最後に訪れた、うん、何マリカの、え、マリカのって何それ、それ何、え、それ何それ、行ってない、行ってないんだっけ、わかん、行ってみれば、で、あの祝福だったら飛べるからさ、確かに、うん、誰よその女、誰よその女、中間セーブポイント的なやつ、あーなるほどな、あー、あったねそれ、うん、いつの間にか来てたんな、そういうことだ、じゃあ、じゃあさっき死んだところどこ、ここそれか、あ、じゃあちょうどまっすぐ行けばいいんだ、うんうん、マリカも飛ばしたから説明受けてない、マリカ、はいはい、え、なんかでも初回の時になんかちょっと言ってた気がしたけどね、あったよね、うん、親分と戦った時にそんなこと言ってた気がする、あっちだ、行くぞ、とりあえず回収はしたい、はいよ、うん、今で回収したい、挟がってる挟がってる挟がってる、回収し た, たそれ違うやつですね、マーカーマーカーですね、危、うん、ね危ね危ねえんじゃよあ、そこにあれなんかバリスタが置いてあったのか、あれなんか入っちゃったけど大丈夫なのそれ、分からん、これ、え、馬で入れないってこと、長押しした、今勝手に降りた、長押ししたかも、長押ししただけ、来てる来てる、すっげえ来てんな、 2匹相手っていうのと後ろが、あー祝福があります、あ、でもいける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 ぞ、強いぞ、いけるいけるぞ、さすがに大砲撃ってこないだろ、さ、うん、後ろには撃てないでしょさすがに、うん、さすがに撃たんだろ、一気にあれだろ、押し込んだね、休む休む、これでさっきのさ100いくつ手に入ったらレベル上げられないかな、上がる上がる、おー、ちょうどじゃん、上がる、筋、うん、筋力じゃん、技量も一個上げとく技量特化の人、技量上げとく、そして、ま、魔法をポンポン打つ、それはでも、あと大きさ、あのマップでさ、はい、あのマーカー消さね、これずっとよ、ずっとそっち行けみたいなから、うん、気になる、うん、全削除はしなくていい、全削除はしない、なんだっけそれ、何でやった、マーカーか、あれ違うな、あ、光の柱設置した、はいはい、じゃあ行くか、これここに進むのが正解ってことか、取って光ってる、本当だ、松明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 いらないでしょ、道があるの、お、うん、ボスじゃん、え、マジで言ってんの、え、いよいよチュートリアル開始か、何、魔術師ロジェール、ロジェール呼ぶ、え、これここにこれがいるってことがあって、だボスだ、うん、そこに明らかに扉みたいなのがあるから、これボスだな、早くねそれ、早かった早かった、ロックオンさせて、ああこれこれが初のボスか、きた、アーセビートよー、愚かな野心の火に焼かれ、お前もまたエルデンリングを求めるのか、雲じゃない、雲じゃないね、
飛ぶ。飛ぶな。うぃー、すっげー飛んできた。おーわ。おい、あれじゃ入り口で襲ってきた人じゃないの。一番最初に。一番最初に。一番最初に。ならば、そういうこと、消してくれよ。なんだこいつ。意味鬼のマルギットが。意味鬼のマルギット。意味決まるギット。で、でも、まあ、あれだもんね、魔法があるから倒せんじゃない。いや、早い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 投げナイフマン。あー、おい、ほんとかよもうさ、奈落ダイバー、YouTube とかで初めて見てる人わかんないかもしれないですけど、この方、7年ぐらい前からずっと奈落ダイバーの称号が嘘だずっと持ってる方なんで。嘘だろ。ごめんなさい、よくあるんです。そんな持ってないよ、はい、嘘だろ。奈落グランドマスターと呼ばれてるので。なんだ、うん、なんだ今の。奈落があったらほぼ落ちるっていうのがいやいやいや、これ別に何度でも召喚していいんだよね、うん、そうでしょ、ね、うん、そうだよね。びっくりした。一応なんか消耗してなんとかって感じじゃないから。うん、ああ、そう、右は崖です。うん、右か右じゃないか。右に避けたら崖だったよ。なんかぐるぐる回ってて右に避けた。ああ、まあそう、右か。右だよ。じゃあ左もじゃないの、下手すると。来るぞ、来るぞ。来るね。あ、でも、ロジュールが。いけ、ロジュール。ロジュールが。僕にはロジュールがいる。これさ、これ普通にさ、また、やべえ。この人なんか序盤超強い装備だよ、囚人。これ絶対これやばいよ。あ、でもやっぱ家庭な、こんだけ当ててんのに。当ててんのよ、なくなったもん。でもこれだったら、でも瓶全部なんだったらこれにしちゃったら、ね、俺もそうしようと勝てるかもしれないな。ちょっと縦になんだよ、縦にして。もうこっからはもう実力で倒さないと。何、ロジュール、ロジュール、いけロジュール、いけロジュール、ロジュール死んじゃう、ロジュール死んじゃう。ロジ、あ、なんかひるんだ、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 今ですてか、あと自分のその、あれ取ってね、それ取ってね。よー、どうちょそれやばい。あとハンマーコネクト。それ、取ったもう。ロジュール死んだ、ロジュール死んだ。さあ、こっから自分の半分しからだ。落ちねえ、忘れてた。なんで忘れねえ。忘れねえだろ、それは。うわー、ゴールディオンハンマー。当たっただと。ゴールディオンハンマー強え。光の武器を使うのね、こいつは。危ないよ。あ、これはダメから、ガードグレーション。なるほどね。こいつ問題はこっからなんだよなって、どういうことだ。要するにさ、体力削った後にさ、一回隙があったじゃん、うん、あそこからが2段階目ってことだから。あ、武器を持ち帰ってから、そうそう、だから2段階目からやっぱ強いってことでしょうね。大丈夫だよ。誰に言ったのよ。大丈夫。まだ初戦だから。まあ、どうした、え、来てくれんの。あれ、本当だ。試してた。え、何、どういうこと。なんだよ、うん、本当に祝福があなたを導かれてきてんじゃん。だよね。そしてあなたがそれに挑んだよ、落ちたけどね。落ちたけどね、奈落したけどね、うん、でも杞憂だった。立ち向かう。トレントは最初からあなたを信じた。そうだろ。あ、馬ね、馬は一緒に来たぞ。不実だった。私は一つだけできる導きがある。ほら、何なんかあるんだよ。何してくれんの。円卓、導かれた汗びと英雄たちの集うところ、そこにあなたを連れていくことができる。え、何それ。鈴かな。円卓行こうぜ。あ、円卓の騎士。円卓に行こうぜ。クラウンナイトガンダム。さあ、何さあ、触れさせて。いいよ、連れてってよ。え、どこ行くの。円卓どこ。一緒に小籠包食べようよ。小籠包春巻きも食べよう。来い。回転するテーブルでな。トロフィー円卓。円卓は祝福に導かれた汗人が集う場所であり、うん、不戦の約定により戦闘行為が禁止されている、はあはあ、この世界でないどこかにあり、祝福の移動でのみ行き来ができる、うん、地図からも移動できる。なるほど。はい、わかりました。で、何なのここは。え、検査してる。お、大祝福で休む。大祝福。あ、ちょっと大祝福でこれが、ね、休ませてもらおう。え、で何ができるの、大祝福では。特に今のところは誰かいる。
なんかアイテムとか、あ、え、何それ、あ、いた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 、生きてるこいつ、いた、何いるいるいる、何してんの、いるいる、中腰だね、うん、話しかけて、話しかけて、はい、Oh, this is a rare occasion. 久しぶりだ、うん、I can't remember the last time you saw this made their way to the round table. 結構しゃべる、Very well. バイオ、円達のスタジオ、君を受け入れよう、はぁ、あ、円達のスタジオ、It is safe here. ゆっくりとしてきてもらえず。You may let down your guard. 本当に？信用できないんだけど。Allow me a word of advice. 一つ。As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. The house guests. Yet to earn their keep. Remember your place. わきまえてくれ。後ろから切りかかったりしないで、あの切りかかれないっていうあれが出てるからね。話は終わりだ。せいぜいゆっくり。まだなんか教えてくれ。100時間プレイしてますが、円卓が何なのか分かりません。フランス太郎さん、マジでもうそういう場所っていう認識に、なんか落ちてるかもしれないじゃん。ああ、アイテムがあるとあるもんだね。お入れ、メッセージ、恋人、何のこと、悪評入れてやる。わかんないからね。あ、いる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 。ああ、聞こう、新顔だな。うん、私は、私はそうだな。ただディアロスとやってくれ。ディアロス、狭間の地ではいかに立派な亀とて無意味だからな。ところで聞こう、動画でラニアという娘を見かけなかった。ラニア、私の重視の場がここにも来まくれてな。クララならいるけど、目を離すとすぐに姿を消してしまう。もし見かけたらまたね、教えてくれないか。ああ、なるほどね。ヘドラみたいな鎧着てんね。ヘドラみたいな鎧。教えてくれ。わかった。おお。あ、なんかまだあるいっぱいあるんだね、行けるとか。あそこにもいる。幼い頃。おいと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 。いっぱいいるよ。予言する人。予言する人。初めての方ですね。円卓に、私はコリ、聖職者。はあ。すげえ神様が我らに与えたものたちから。何やそう伝えない。And explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? Oh, まだ見えてましたね。見えている。そうですか、うん、いや聞こえた。迷子になったらここに来いってことね。ってこと、最近は多いんです、導きの見えない遊びと。へえ、エレン、あなた違いました。まだ見失ってません、うん、どうでしょう、日本指様の祈祷学んでいきませんか。なるほど、学ばして。そういうことか、ルーンが必要です。うん、これで新しい、しつけ、ひなげ、祈祷の人、ね、拒絶、あれ、おきつさんが使ってるさ、あの魔法弾はさ、祈祷じゃないよね。じゃないと思いますね。じゃったら、そっちを学べる人がどっかにいるんだよ。なるほど。そう、で、新しい魔法を覚えるんですよ。なるほど。そう、だいたい、ダークソウルとかシリーズだと、2つ種類が、まあ、正確には2つじゃないけど。もう1人いないのか。なんかでも、奥とか行けるからさ。いるかもしれないね。うん、大円卓に。うん。大祝福に。いるかな。あ、あ、メッセージを。あ、この辺。おー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 よーよーおーよ。評価してやる。そこの左今いなかった。気のせいか。橋を。橋？橋を。橋。ほらほらほら。うわ、いた。うん。この人じゃない。この人がね、多分ね、おきさんの魔法の。あ、いや違うか。え？飛行何用だのポーズ。何それ。あれだけ？だけか。魔法じゃねえこの人。飛行何用だのポーズ。ポーズ取ってみれば、なんか喋ってくれるからね。骨だぜこの人。骨だね。大丈夫。ジェスチュー。ジェスチャー。付け替えろ。うん、付け替えないでさ、実行した方がいいじゃん。違う。持ってるならね。三角で付け替え。付け替えて。うん、どれだっけ。あ、うん。あ、下左。それこれだ、うん、はい、で、で実行特に何もない。まあなんかあの
うん、これだけかい？それだけかな？これだけかい？橋橋をね、この人がね、この人橋を、はい、扉ある？開かない、開かないか、剣触れないわ。てまだ誰かいるだろう。いや、いると、だ魔法のした人がいないから多分いると思うんだよな。でも急に現れるかもしれない。あー、あとは助け出してとかね。あの、だから赤ずきんちゃんだってこう、おーい、あー、いた。え、双子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 だね。購入する。鈴玉を捧げるもあるよ。鈴玉持ってない、持ってない、欲しい、購入する。あ、武器屋さん的な。だ、ルーンの子、侵入された時に狩人の召喚を要請する。狩人の召喚要請があった時、それに答える。はは、記憶スロットを増やす。ああ、はいはいはい。設計の鍵、鍵変える。バトルアックス出た。シミター、レイピア、ロングソード、ダーガー、メイス、ショーツピア、ロングボイ、パールズ。シミターはね、多分結構今まで極東って呼ばれるやつは強かったけどね。騎士のシリーズがありますよ。いやー、きつくない？重たい、重いよ。うん、主の偽偽装、偽装鏡、協力者と同様の見た目となる。あー、なるほどね。だからマルチプレイの時に侵入された時に、うん、どっちが主か分かんないから、うんうん、ほらホスト側を攻撃されてやられちゃうからさ、それ用ってことだね今の。メモリストーンがとりあえずあったらいいなって感じですかね。ただほら、あの魔法を何個か持ってる時ですね。いつかね。うん、特にいらんじゃん今んとこは。そうだね、普通にこれ鈴玉あげたらなんか新しい道具がもらえるんじゃない。話すらしてもらえない。増えるとかはあるからね。この先ジェスチャーが有効。ジェスチャーすると開くの？ここ開けゴマみたいな。開けこれで開いたら笑っちゃうけどな。逆にな。違う。おう、どうすればいいんだ。わかんないからね、ちょっと悩むよね。ひらき、騙されてんだよ、どうせ、どうせ騙されてんだ。もう一箇所ぐらい行ける場所、うん、なんか、あの、エンタ君とこから行けるとこちょっとあったからだよね。うん、多分魔法屋さんはあると思う。あ、そっち行ってないか。何これ。あ、そっちはまだ行けない。行ってるし死んでる。ジャンプすれば行けんのかな。あ、死んでんな。死んでるよ。まずは致命の石。え、戦ってない。戦ってるね。誰かと戦ってるぜ。こっからピョンザクって致命の一撃を与えろってことだよ、このおばあさん。なるほど。これなんかわかんない、まだ出てこないんじゃない、さすがに。そんな気はするけどね。戦えーって言われるのか、うん、何かしらさ進んだらみたいな。おお、鎧シリーズ、鎧シリーズ、そこに壊していく。どうせ切れないんだ、まあ、うわあ、鍛冶屋来た。いびつな鍛冶屋だ。Your new face. あ、デジカだ。No matter. なる子だから。鍛冶だろ。まあ、鍛冶だね。石とかないとダメなんじゃない。そうそうそう。でもなんかね、あ、これだ。ちょっとだけ。あ、先輩。先輩。おお。属性付与できますよ、先輩。そうっすね。え。先輩。うん。選択しても。できないっすよ。エストックにはつけらんないやつを手に入れたのかな、じゃあ。じゃあダメ、あ、ダメですね。先輩。先輩の複製があるよ。武器強化じゃないですか。あ、これはそうだ、ね、ルーンがなさすぎっすよ、先輩。いや、今一回死んでここ来たからね。あ、そっか。そう。そっか。一応、ショーのルーンを砕けば。足元の鎖について。何それ。この鎖気になるか。うん、繋がってんね。見てのとおり、流衆の薬で他の何でもない。円卓に縛られ死ぬぞ、お前たちの風景を打ち。
ひたすら叩き続ける。わしはただそれだけ。旅衆とは。感中者の恨み事にしますか。わしは旅衆であることはあんたに何の責任があるまあまあ。将来の気持ちだけ。わしが何者だろうと感中者はわざと時間を裏切る。そして一時忘れられるあのお方の恐ろしさ。あのお方とは。乱撃が複製できる。そういうことだよね。あ、ほら、斧と、土と極拳と体拳に使用できるだから、はい、ストックはあれが違うんだ。残念。ああ。じゃあインベントリーでちっちゃいルーン砕いて。どれだ？どれだ？どれだ？金？なんか小？これだ。あ、8個あるから何個いけ？まとめて使用するができるね。だ。ただ1個が100なのか。まずは1個。いくつ手にあるかだね。200じゃん、意外にじゃん。じゃあ2個引くだけば一応いけんじゃない。ちょっと1個強くしようぜ。うん、インベントリーアイテム、アイテム200か。へえ、100だと思ったね。うん、意外と優しいですね、なんかね。はい、武器出します。はい、武器出します。いいの、 SF エストックでいいでしょ。魔法の杖って手もあったの。なんで魔法、ほら魔術補正がちょっと上がって1上がった。知力が B。 そう、それ C と B って書いてあるじゃん、うん、自分の知力のバカでも使えるようになるってことじゃん。ちょっと意味が違うな。違う違う、逆逆逆、知力が高ければ高いほど補正が上がっていくになるから、当たりやすく、うん、なので、C より B にした方が圧倒的に強くなる。ほんとほんと、それは間違いない。じゃあルーン通過を。まだあるからね、まだあら、1段階、うん、1段階どころかもっと上げた方がいいんじゃない。あ、石がねえんじゃねえかって言われてるけど、石、それを鍛えるための石が使っちゃったから。あ、いや、あるね、石とか必要ないじゃない。あ、ほら2って書いてあるんじゃん、上に。あ、ほんとだ、炭石。さっき使っちゃったからない。炭石のことはまあ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 、まあ、強くなった。地下がある。メイン武器が一応今 S ストックだからね。そう、本当は S ストックなのよ、本当は。あ、え、あそこで戦うんじゃない。戦うのかな、やっぱ。ちょ、すいません、食料とか壊さないでください。私に鈴をくれ。メッセージ、万歳、そして秘密。なんのこっちゃい。それなんだろうね、戦うのかな、やだな。でもこう祝福で死んだとてさ、お、え、ここで鍵って開くんだ。そうなの、使うよ。あ、ボスではないのか。いえ、開いた。え、お、あ、宝箱じゃん。やった。何やったぜ、ベイビー。大丈夫、アサル、クレプスの黒鍵、黒鍵、杭もあるよ。あ、違う、これあれだ、クロスボウだ。で、クロスボウの弾だ、それ杭だ、杭を打ち出すんだ。黒剣強いけど、装備できるかって、なんか技術足んなくねえかな。強いやつだから多分それ。でこれをどんどん上げていけってこと。そういうことだね。俺もあ、まだ2個持ってんの。持ってない。ルーンが4000ぐらいあったら買える。あー、それでなのか。これさっきのさ、こあれ、ひじり万歳クロスボウ見てみれば。そう。うん。そこだね。あ、それだ。あ、やっぱり無理か。バッテン。筋力14必要。バッテン。筋力があと3必要。で、魔法があるからな。まあ、強いっちゃ強いけどね、やっぱね。レベル3上げる。うん。こっから降りてきた。広いな。意外にあるね。円卓広いな。うん。この、いや、あ、そっち行ってないのか。あ、でもそこ行き止まったか。あれ、魔法の人がいないな、いそうで。メッセージ万歳。出た出た。本当に。めっちゃ評価されてるけど。やってみる。絶対違うと思うけどな。でもめっちゃ評価されてるよ。やってみる。7000か。うん。え、やってみれば。すごい評価だよ。うん。評価はすごかった。来い。これ開くの？それは嘘メッセージ、笑ってる。あれですね、だから人を貶めるための評価ですね、これは。
俺も騙されたからお前も騙されろですね今の。はい。こっちかな。そっち行ってない？誰かいる？今そこ左にいなかった？そこいた。うん。この先キノコが有効だ。つまり尻を目指す。何を言ってんの？はあ。はじめまして。祝福に招かれし優様、私フィア。うん。ユヤってこの円卓に身を捨てます。はい。ユー様、ほんの一時私に抱かれてくれます。え、何それ、大丈夫？いいですよ、大丈夫、セロ大丈夫？いいですよ、うん、あなたの生きる力、意志を私に分けてほしいです。いいですよ、いいですよ。そうすることで私は英雄のぬくもりを知り、あなたには割の恩恵がもたらされる、はあ、癒やしいと思いですか。何それ。けれど私の故郷ではこれが聖なるやり方なのです、うん、え、速攻行ったな、速攻行ったな。はい、抱いてくれ。え、な、え、え、抱いてくれ。どういう恩恵を与えてくれ。え、恩恵を。怖い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 、逆に怖い。チル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 。あなたはとても温かい。頭嘘、それあれだけど。うん、泊まりの恩恵いただきました。はあ、泊まりで合ってますよ、これ。これは帳だと。今あなたのうちに灯ったものが帳の恩恵です。はい。しかしそれは儚い。また恩恵が必要になったらいいです。え、私はあなたを何度でも抱きます。え、抱かれました。抱かれてんね。抱かれました。それ温かくねえと思うけど、その頭冷たい頭を抱いてくれてありがとうございます。ツルツルだけどさ。じゃあ私は行きます。え、今のアイテム見てみて。どれ。あ、今、いや、あったな。あった、左、うん、来た、あった、あった、それだ。 FP を消費して一時的に強靭度を高める、強くなる。手を、あ、あ、手を。これって魔法。おー、でーん、強靭です。え、一時的にだけど。はい、3分ぐらい強靭になります、たぶん。え、使っていいの？また抱かれればいいの？そういうこと？抱いてくれよ。抱かれてくれるんですか？え？抱かれるためにもらえんの？恩寵、恩寵。何度でも抱いてくれよ。大丈夫なの？で、これを使って、うん、ボスのとこ行けばいいんだよ。何度でも。うんうんうん。まあ、強靭度が上がるアイテムだけど、ほら、恩寵、恩恵。え、大丈夫？ひそやかな話できるようになった。おお、チキンの音怖いわ。これは危ないな。この人ダメな気がするんだよ。これは危ないな。故郷では私はチキンの音と言われました。After I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay to the remains of an exalted noble to grant him another chance at life.危ない。これさ、危ない。ラスボス蘇らせる的なやつじゃない。けれど私は尊い方が再びの生を得る前、得る前に祝福により目覚め、故郷を追われました。なるほど、お察しください。逃げてきたのね。それでも私は資金の乙女でいたい。だから何度でもこうして私に抱かれています。だいぶ長いこと抱かれてます。だいぶ長いこと抱かれてるけど。これさ、俺ダメなやつな気がすんな。なんでだ。いや、前あったんですよ、そういうの。ブラッドボーンだっけな、話しかけようか。なんかそういうこうやたらこう良くしてくれたと思ったらだんだんダメになっていくやつあったんだけど。灯してなくても抱かれるってよ。ブラボじゃなく、ブラボじゃなくてダクソ3か。灯してなくても抱かれるぜ。なんだよそれ。抱かれようか。やめた方がいいと思うけどな俺。本当に本当に。わか、まあ、いや、おぎさんのプレイだから序盤だから大丈夫じゃない。いや、そうやってダクソ3でやばかったんだよな。序盤だから大丈夫。
大体こうやって骨になってもういつの間にか死んでるっていう、うん、よくある話、ね、大丈夫かな。はい、とても温かい。まあ、おそう、おきつにんぐの物語だからあくまでね、うん、もう終わったよ。終わったね。もうステータスとかまだ見てないからどうなってても別に怖くはないです、うんうん。これ自画像ですか？これでもらえないのか。1個しかもらえない。そういうことか。あれでしょ、うん、血使っちゃったらまたいらっしゃいって人だろ。お、何これ。え、化粧台使える。あ、化粧できる。これあれ変えれるんだ。変える名前変えれるよやめてください。え、まあオキツンリングに変えてもいいけどね、名前だけはね。オキツンリングにする入るのか。あ、何文字だろう。ここで名前を変えようとすることが意味わかんない。オキツツキツリなんか分かりづらいね。ちょっとね分かりづらい、うん、分かりづらい分かりづらい分かりづらい。ツンが難しいね、うん、そうだね、うん、こういうの入れとけばいい。こういうの入れたらいいの。あー、まあ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 、読めるっちゃ読めるな、うん、めんどくさい、うん。まあでも名前使うことないでしょ。ああ、まあ、うん、そうね。どっちかっていうと視聴者が入ってくる側って考えたらビスリングにとりあえずしとこう。はい、まあ変えられるのが分かったしね。はい、うん、完了。はいはいはい視聴者のメタキャラネームが潰されていく。なるほどそういう遊びもできるよね。侵入が入れるようになったらね、うん、協力。他は大丈夫かな、わかんない。まだ見てないとこありそうだけど、うん、時間がもう終わりなんですよ。嘘だろ。もうあっという間で終わりなんですよ。そうだからもう終わんないとダメか。もう一回じゃあ戦って終わりにする戦うんだ。そりゃ戦うだろうよ。戦うのかよ。もう一回だって戦いを言いたい。それじゃあ最後ね。ここなんかまだもうちょっとありそうな気はするけど、魔法の人とかいなかったからわかんないけど、うん、あ、オキツンゼロでオキツンリング。なるほど。あー、ゼロね。はいはいはい、はい、面白いこと言うね。それはちょっといいね。じゃあまあしょうがない、そこまで頑張ろうか。これで、え、立ち去ればいいのかい、うん、いや、あ、祝福から、祝福からチーズ大祝福。これどうすりゃいいんだ。ひ、地図を引く。ガーってこう。は？そう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 。あー、おー、どこかわからない場所。そこがそれだったんだ。へえ。ここかい？城に向かうとこかい？まあ最悪行ってダメだったらもう一個飛びはいいから。うん。よし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 、うん、よしよしよし、はい。三角を押すと一覧が見える。なるほど。あー、なんかそうあったね。これ合ってますかね。はいはいはい。ちょっとこれ振り分けしますよ。そういうことだよね。こういうことだよね。あ、まあまあまあね。うわ、これでいいと思うんだよね、うん。あと操作だよね。操作だね。あ、あとは操作だよね。余計なもの装備しないが多分。うん、あ、そこにしとくのはいいね。呼び覚ますね。そうだね。うん。ね。勝てそうで怖いわ。多分こいつ、このボスが多分一ボスだと思うから、まず最初のボスだと思うから、そう、こいつが 50% だったと思うんだよ。倒せてる率が。食らうんか今。食らってしまった。回復。はい、後ろ行き過ぎた。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。当たってない。いや、あ、うわ、こっち来んのかい。早っ早っ。ぶねえ。尻尾
っぱいあるのよね。ロジュールがな、ロジュールが生きてるうちに何とかしたい。あれあれ、魔法魔法、切れてる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 。うわやばい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 、これはロジュールがいなくなってしまうか。あ、終わってしまった。これはこれはもう頑張るしかないです。やばい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 、2段階目までになんとかした。あ、2段階目になった。ゴールディオンハンマー怖え。うぇいよいよい、もう投げる。あ、そうね、ちょっとディレイかかるから。あ、もうダメだ、もうダメだね。オッケー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 。久しぶりだから。久しぶり、早いの早いの。久し、ああ、そういう意味ね。わかるわかる、はい、分かった分かった。おい、もう一回やる気じゃねえかこの男。だって分かったんだもん。これがほんと最後だからね、これほんと最後だからね。もうあの、これやられたらスタッフあれだからね、あのカメラに変えていいからね。そうだ。もうだ、強制終了です。あ、そう、うん。まあいいけど、やりたくなっちゃうからね。クララちゃん使えないんだよ。え、あ、さっきのやつか。ちょっとディレイかかんのか、怖いな。おおお、いいよ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 。さあ、そして飲んで、はい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 、うん、ガンガン当てていく、で飲む、はい、で当てていく。あ、いいね、いい削り。あー、ナイフがたまに来るけど、まあまあナイフだったらまだ、はいはい、でもう一発取って、 OK、 来た、で飲む。いけいけいけ、ロジュールが死なないうちに2段階目に行きたいね。来た、2段階目になった。さあ、ロジュールが狙われてはいるけども半分はいった。もうこれで終わりだから、まあ魔法的にはね。これもう一発出る、 OK。 さあさあ、こっからだ、盾になって、だいぶ削ってるよ。ロジュール死んだか、ね、ああ、いや、一応ガードはできてる、一応ガードはできてる。いや、スタミナがないから。落ちないのこの人、さすがに落ちないでしょ。もうこっからはもうチクチク頑張るしかないよ。よいしょ、なんと、あ、これは、おお、一撃欲しかったね。意味用に悪い半分だな。これさ、 FP の回復ってさ、うん、全部 FP の回復の瓶にはできないんだっけ。できるよできるよ。やってみようか。できんのか。できるんだったら、それだったら一回も食らわないでいけんじゃないの。一回も食らわなければいけんじゃないの。ちょっと行ってみよう。ちょっと待って待って、ピピ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 ピ。あ、あ、読むの忘れた。あ、もうダメですね。ロジュールの火力やっぱあったからな。そう考えるとロジュールいないときついな。そうだよね。ああ、わかんない、やり直せ。減ってるけどね、まだ一回も食らっちゃいけないからね。うえー、よーよけよけたけどダメかな。ロジュール呼んでやってみよう。もうさ、だって読むの忘れたんだもん。読むの忘れたの。一回だけ。もうこれだ、これ、これは、これは、あの、ファイナルアルティメットラストだから。ファイナルアルティメットラスト。うん。だからこれ以上はもう無理ですよ。これもだってファイナルアルティメットですから。うん。落ち着きますから。なるほどね。これがファイナルアルティメットだよ。待て待て。待て待て。そうね、ちょっと近づいてきてからの方がいいね。まだ来てないのよ、ロジュールが。あ、ロジュールが来てないね、早く行っちゃったのか。うん、これかぶね、あぶね。オッケーオッケー、ロジュール来た、ロジュール来た。気をつけて、一回回復一個もないから。そうだった。うん、そう、余裕はないので、ね、近づきすぎず遠からずみたいなところでこう打たなきゃいけないから。来た、
避けた。飲んじゃった。ここでどこまで行くか。飲んじゃった。あー早いなー、もっと飲んじゃった。もう一発危ない打てたね。あ、でもロジュールのあのなんか拡散弾みたいなのすごいな。飲んじゃった。あー早いんだよだから。飲んじゃうんだよ。なんでもう一回撃てるの。危ないっす。よいしょ。あ、でもロジュールがだいぶ残ってるから。これで飲む。これで最後だね。危ない。はい、気をつけて気をつけて。落ちるんだよ、どうせ。でもずっと避けてれば大丈夫。あ、嘘。あれ、当たった。あ、ロジュールまで生きてたんだけどね。もう一回だ。からさ、ちょっとだ、早く早く打っちゃったから。何がだよ、早く打っちゃった。そんな自分じゃん、早く打っちゃった。全部自分じゃん、早く打っちゃった。ちょっとこの作戦が通用するかどうかっていうのは、うん、早飲みしちゃダメなんだよ。通用しとるで。で、こいつを呼び出し、完全に呼び出してから行かないと。ファイナルアルティメットラストだったのに、ファイナルアルティメットエターナルフュージョンですよ、もう。そうそうそう。のラストですよ。そうなんだ。マジかよ。あれ、会員限定放送が短くなるだけだけど。別にいいだよ。いいんだよ。それはそれで。ラスト&ラストの方が楽しい。会員限定放送15分で終わりますよ。本当に。投げてみるからね。ひどいなぁ。あ、危ない。ジャンプした。ぴょんぴょん逃げです。またぴょんぴょん逃げとは。ぴょんぴょん逃げ。まあでも芦名の里を思い出すよ。ちゃんと全部当てれて FP 回復も間違えないでやれてれば。せやろ。あの1回で全部は倒せなくても体力あと 10% まではいけると思う。せやろ。今の見る限りは 10% 近くまでは。うん、悪いと。そうだ、ロジュールが生き残ってるうちになんとか。あ、でも半分いったからもう2段階目になるから。せやろ。ここは打ち時、打ち時。もう一回もう一回。せやろ。はい、告白するんじゃん。あ、来た。ゴリディオン。ぶね、生きてはいる。あ、飲めてはいる。飲めてない。飲めてない。あ、これ今回避しまくんないと死ぬ。大丈夫で、ロジュールが取ってくれて。そう、あの魔法ね、杖のね、それ使うにもスタミナ必要だからね。さあ最後、ロジュール死んでない。死んでないっす。だったらいけるんじゃない。気をつけてね。ただ盾が邪魔です。あと2発撃てる。 OK、 2発撃った。さあこっからだ。あぶねえ、ナイフで死んだかと思った。これは死んだから。あ、生きてる。おいロジュール。あダメですね、はい、魔法だけじゃダメなんだ。魔法だけじゃダメだ、うん、だから途中一回も食らっちゃいけないので、このモードになるまでもう、 そうだよ、ね、そこはもう無理ですね、はい、こいつ、うん、そうだね、はい、剣の攻撃まだ一回待ちてないからね。そうですね。 FP がつきちゃうね、うん、終わりです。はい、終わりです。これでだって一周で倒しちゃったらもうもうおきつリングになっちゃうもん。なんない、なんない、なっちゃう。なんない、なんない、大丈夫だ。なっちゃう、なっちゃう。全然大丈夫。さあということで、はい、楽しいおきつんリングのお時間でございましたけども、今日はこの辺で終了でございます。いやー楽しかった。いやー、やっと。でもあそこまで削れてるから、まあ来週は余裕でしょ。いやでもだからこういう一回も当ててないよ。自力ではね、うん、もう一個レベル上げることができて、うん、で、うん、魔法の力上げて、うん、で 2,3 発攻撃ぶつけられればもう、うんうん、勝てる。 2,3 発の剣じゃ無理な気がするけど。8発ぐらい、うまあ、でも一撃でやられますからね、うん、現状。まあハンマーじゃなければ一撃ってことはないと思うけど。いや、ほぼ一撃です。うん、地味にあの遠くから投げナイフ投げられた方が、うん、あの食らってるんですよね、実は。そっか、序盤剣でちょっと削っといて、うん、さっきの 10% ぐらいまで削っといて、はいはいはい、から魔法に切り替えるのもありですよね、うん、まあ、それはありかもしれないね。で、剣で戦ってる間にマルギットさんが、うん、ジュバンジュバンやっててくれれば、うん、まあ確かに
そうね、で音調、音調も使ってね、音形も使ってね、いけばそれそれそれってことは、もう一回抱かれなきゃいけないんだ、うん、大丈夫かな、はい、うん、はい、うん、なんか今日は本当に、うん、巻きで進んだためここに謝罪いたします、誠に申し訳ございません。全然全然巻きで、巻きはあれですよ、た、うん、倒せた時が巻きですから、うん、あの助けませんでした、巻きで行くって嘘だって言ったんだと思うんですよ最初に。でだから別に巻いてませんよ、うん、全然巻いてませんよ。普通だったら1周目でここまで来るんですから、こんなもん。はい、さあということで、まあ、また来週この続きということなので、皆さんぜひお楽しみに、はい、クララ呼びたいね、はい、そうですね、ありがとうございました、では沖さんの告知コーナーでございます。はい、告知、はい、沖塚のイベントが4月3日にございます。私がやっておりますウェブラジオのイベントですね、4月3日でございますので、うん、チケット販売中です、ぜひいらしてください、はい、あと、うん、なんだっけ な, な, んだっけな、小安武人さんと一緒に朗読劇を4月にすることになったんで、はい、そちらもチェックしてください。すごい、アリードロってタイトルです。アリードロ、はい、うん、でございます、はい、あとはいろいろ、うん、あとはいろ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 、はい、あ、春アニメも発表になったんだっけ。ああ、そうですね、いろいろ忘れた、あれなんだっけ、あれあれ、ゴレンジャーみたいなやつ、違う、それはもうずっとやってる、それ言ってる、それはずっとやってる、うん、そう、恋は世界征服の後でね、あ、そう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 、4月版でね、うん、そうですね、あと青足ね、はいはい、発表になりましたね、うん、義経、うんうんうん、はい、春アニメ沖さんいっぱい出るんでよろしくお願いします。いや全然出ないっす。そんなじゃあ以上、続いて NGC から、はい、出てた、はい、じゃあ NGC、はい、はい、NGC からの告知でこちら、じゃん、はい、明日、はい、木曜日は20時から、金曜日も20時からでございますけども、はい、ボイスオブカード出来損ないの巫女、白の巫女に、うん、のな、まあ、なんだ、冒険に入ります。みこみこ、なんかツンデレな感じでした、デレデレ、はい、黒の巫女はちょっと悲しかった、うん、はい、そして金曜日はストレンジャーオブパラダイスファイナルファンタジーオリジン、はい、ファイナルファンタジー1の前の物語ということで製品版がついに発売になると。来た、はい、もし一緒にやれる方、PS 版でございますね、私は PS5 の方ですけども、うん、やれる方いらっしゃったら一緒にちょっとやりましょう、うん、はい、お願いいたします、うん、はい、以上です。以上、はい、ありがとうございました、はい、あと告知もう一個2個忘れてました。3月18日に永遠の831が劇場公開するんですね。お、そういえば、なるほど、はい、あと今週末は夢100のイベント久しぶりにございますんで、ほいほい、はい、いらっしゃる方は、うん、楽しみにしてください、うん、はい、はい、うん、以上、あとはおきつかなんかいろいろやってます、はい、はい、というわけでじゃあ終わります、はい、この後は会員放送だよ。10分ぐらいで終わりそうな気がするけど。はい。はい。NGC でツイッチの方はですね、サブスクライバーの方は残ってみてください。お願いいたします。はい。それではまた来週、この、なんだっけ、名前忘れちゃったこいつ。ボスの名前。忘れました。ビルギットさん。ビルギットさんは重々中心。はい。激化なるか、乞うご期待よろしくお願いいたします。それでは、さようなら。まったねー。ねえ、今までさ、私たち自分のことで精一杯で聞き忘れてたけど、君の夢のこと教えてほしいんだ。叶えたい大きな夢なんですか？夢は夢、夢叶わないだとか言われたって、夢を夢見る推進力は止まらないね。むちゃくちゃ無鉄砲な目標を掲げて生きる眼差し、宝石箱さ、ルビーにサファイア、ダイヤモンド、もうみんなの輝きが止まらない。ドドドティンパーティー聞かせて。
げるってもったいないよ。ちょびっとの勇気が明日